しか集まらないバンドなんですけど久しぶりにこのイジーゴーイングス1年ぶりにやってまいりました。大体夏というとここに来てライブするのが、まあ、日課になってますよね、はい、皆さんもそうだと思うんですけど、今回、まあ、ちょっと新しいメンバーもちょっと入ったりしてメンバー紹介をさせていただきます。はい、まず誰からやろうかな。ギターギター中山さとし、最近俳優デビューしたそうで。いや、実はですね、本日朝9時からですね、2017年つぶらプロダクションの最新作ウルトラマン柔道の放送がスタートいたしました。喋らせておくと俺休める。私今日出てました。ここの入り時間に間に合わないので見なかったんですけども、自分のタイムラインに出てたよっていう報告が、怪獣から逃げるシーン A を全力でこんなちっちゃくだよ。あ、でも結構映ってたか。9回ぐらい映ってた。9回映ってた。何ドラマンですか。ウルトラマンジードという。ジードって言われると我々世代で北斗の拳 のやられ役を思い出す人が多いと思うんですけど、全く関係はございません。で、もう今日終わったので今頃言われても見れないよって思う方もいらっしゃるかと思うんですが、ご安心ください。つぶらやプロダクションの YouTube にオフィシャルアカウントがございまして、見逃し配信を今日から1週間ご覧いただけます。見ろよ。これしか映ってないけどね。でもこの小さなのがもう大いなる歴史的第一歩今日ですね、踏み出したわけ。そう、次はなんかセリフある役でも来るかもしれないですよね。欲しいね、うん。ということで中山さんです、はい。中山さんに喋らせておくと俺が休めるんで。はい、ドラムカズさん、イエーイ。いや、よくその年でそんな叩けますね、カズさん。よくその年で、ね、年は聞かないでおきましょうか。はい、カズさんです、よろしくお願いします。短すぎない？もういなんだろう、でももういつもね、もう何度も出てるし、知ってる人ばっかりだなと思って。ああ、そうか、もうできれすな。もうな、やめろ。ああ、最年長じゃないよね、昭和初期の人がね。まあだんだんとメタルやる年でもなくなってきてるんですけどね。ですよね、うん、平均年齢45ぐらい。でもあれしょ、ディープパープルだってまだ現役でやってますか。そうだけど俺らとディープパープル比べられてもな、うん、歴史が。はい、じゃあオンベース、池尻春之助さんです。イエーイ。今回初イベント、あ、初、まあ、このイベントもそうだし、このここ来るのもそうです。春之助さんは、プロのベーシストなんですね。プロのレコーディングに参加したりライブやったりとかそういうことをやってる方で、だから今仕事できてるんですよ、これ。遊びじゃないよ、うん、そう、ギャラ発生してるよ。こっからこっちは今遊んでるよ。俺らさんこうやって遊んでるけど、今春之助さんは仕事の最中。みんなで楽しもうよ。今こうしてる間にも時給が発生してるからね。ちなみに俺は俳優業はギャラは出てない。そうだよ、当たり前だよ。あんたウルトラマンソーセージをつぶらやのプロの人がくれた。それじゃあ息子さんもソーセージでいいですか。報酬は何ですか。報酬は現物なんかソーセージとかベースの弦とかで、まあ、ということで、あとなんだろう、ドリームシアターのコピーバンド、ドリームジャンボとかやってる人で、多分ドリームシアターのコピー版だったら日本一有名だと思うんですけど、まあ、要は金さえ払えば何でも弾いてくれるっていう人です。はい、まあ、ドリームシアターだろうがビリーシンだろうが、あとなんだマーカスミラーだろうがね、はい、でマーカスミラーだって何でも本当に何でもやるよ、はい、なので草加に住んでるんですよ、春之助さんって。なんでベース のレッスンとか、あとレコーディングとかライブのサポートとか、そういうのをやってくれてるんで、ウェブサイト春之助ベースとかで検索すると出る。ウィキペディアでも、ウィキ
ペディア僕そんな有名じゃないです。そこまでじゃないんですけど。ウィキペディアある？ウィキペディアないです。誰か作ってください。じゃあ俺が僕作ると自作自演になるじゃない。そう。作ある人もいますよね。アマチュアで。ね。はい。じゃあ。なんだろう、ウェブサイトとかどうやって探せるん、多分春之助って入れたら出てくるかな。春之助で出てるんだ。相当珍しい名前なんで、あ、一応これ本名です。戸籍上の名前で池尻春之助と申します。はい、池尻春之助ベースとかで検索すればウェブサイトも出ると思いますので。草加市に引っ越してきてまだ3年目です。そう、ここ来るのも初なんですよね。だから草加市で演奏するのが初めてです。ここ越谷です。越谷です。まあでも、チャリですぐスッと入れるんで。うち外観と休養のぶつかっているところのマンションなので。近いんですよね。なんとなく皆さんお分かりになれるかと思うんですけど、あの辺ちょっと待って、そんな個人情報ダダ漏れにしていいの？僕著作権フリーなんで。マンションいっぱい 100ぐらい世帯あるんで、多分 100回押せば多分どっか当たると思います。ピンポンダッシュしに行きましょう。まあということで、ベースでお困りな方がいれば言ってください。今回すいませんね、なんか割の合わない仕事を依頼しちゃって、ね、安い金で難しい、めんどくさい曲をお誘いいただきありがとうございます。はい、で、本当はね、もう一人キーボーディストがいるはずだったんですけど、1週間前に来れないとということになって、俺が弾きながら歌います。しがないリーマンバンドはね。そうですね、サラリーマンはやっぱり仕事が第一なので、仕事を、ね、俺仕事ほったらかしてエキストラ出演ってあんたはもうダメダメ社会人だ。なんかうちの社長がいい人でね、ちょっとエキストラ行ってきたいんだけどいいって、おー行っておいで行っておいで頑張ってね、何でるのとか、なんていい人だ。普通の会社だったら、あ、中山君やめていいよとかそういう話になると思います。はい、さてちょっと集中させてね。はい、じゃあ参りましょうか。3曲目はちょっとプログレッシブロックって言って、ちょっと変わったリズムの曲をやりたいと思います。UK というバンドの曲で、In the Dead of Night です。はい。
った本当に本当に1週間前にこの曲打ち込むってなった時どんだけ心配したの最後まで行ってよかった。そう、止まらなくてよかった。止まらなくてよかった。そう、実は1週間で2キロ痩せてしまってですね、あの暑い部屋で飯も食わずこの曲練習してたんで。あれ流行るじゃん、 UK ダイエットとか。 UK ダイエットすごい、なんかイギリスで流行ってそうな、なんかこう画期的なダイエットUK ダイエットね、え確かにかっこいい1週間で2キロ痩せますから、ただ健康には悪いです真似しないように。はい、まあもう次の曲で最後なんですよね、残念なんですけども、まあこのイベントまだ夜9時半ぐらいまでやってますんで、皆さん最後まで、無理をしないで見てきてください。楽しんでってください。お願いします。はい、はい、じゃあ最後の曲大丈夫ですか、体力的に。最後の曲は早いです。早いし、なんか こうギターのこういうのとかいっぱいあるんで、はい、見どころ満載ベースもなんかこういうの、はい、じゃあ
しみください。